なるお。はい、なるおです。ですね、今日はね、ちょっと鬼嫁にとあるね、ちょっとドッキリを、仕掛けていきたいと思ってます。というのも、今回どういうドッキリするかというと、トイレの便座になるおの画像があったらどうなるドッキリです。一体何のことだって思いますけども、まあね、あの便座のこう蓋ありますよね。あそこにね、要はあのナルオの画像をベタッと貼り付けて、ね、蓋を開けた瞬間にナルオの顔がこうあるというね、あのドッキリですね。ちょっとどういうね、あの反応になるのか。ちなみにあの貼る画像なんですけども、こちらです。はい、あのこれね、あの以前自分が白塗りしたのをね、自撮りしたものなんですけど、これを拡大やコピーにはこう。コンビニに取ってきますよ、これ。はい、これをですね、あの便座に貼り付けたらまあどうなるのか。まあこれね、あの一つ賭けは、鬼嫁が都合よくトイレ行ってくれればいいんですけども、万が一ね、子供たちが先にトイレ行っちゃったらね、ちょっと子供たちになるドッキリということで、ちょっと結末がどうなるのかちょっとわからないんですけども、とりあえずね、まあとりあえず予備としてどうなるかわからないんで、あの10枚ほどからコピーしてきました。はい、早速ちょっとやってみようと思います。はい、それではですね、早速ね、その便器に、まあこれ自分の顔貼っていくんですけど、今回するドッキリはまあこれにこう貼って、ここになるの顔があるというね、ちょっと形にやっていきますんで、まずはちょっとセロハンテープで貼っていきましょう。はい、ということで、どうなんだろうな、こうなればいいんだから、ちょっとこう貼っていきましょう。ちょっと映ってないか、よいしょ。ちょっとね、今からこれをこう貼っていきます。よし、よし。はい、ということで、ナルオの顔があるという、はい、まあ、便座を開けます、トイレ閉める、はい、おしっこしよう、あー、カーンですよ、はい、まあ、これやったらどうなるか、ちょっと、はい、やってみたいと思います。本当に。ね、私たちのいつも行ってからって、私が行ってからって、うん、おまけしてもらった1700円。パパ、さっちゃん作った？あ、エリハス作ってたよ。あ、はいはいはい。どうですか？うわー！待って一回。パパ撮影撮ってんの今。撮ってるよ。え、こ
これママ、これパパだから大丈夫だ。ほら、ユノマね、ほら、パパ、ほら、髪の毛に。うん、かわいい、かわいい。お母さん、ゴミ言ってね。うん、言っときます。あの、ビートルさんですね。あ、ザーピーじゃないですか。急いでやったら足ぶつけていけや。ああ、会ってくれる、助かるけど。ねえ、うん、こんなに私はんだ、2回、売れてしまうんだ。マジで、いや、ウケるぞ、ウケるぞ、ウケる。え、え、かかないよ。あ、あ、通信簿これ。はい、ということでね、トイレの方終わりましたんで、まだこれ10枚コピーしてきて、まだ9枚余ってるんですよ。なんでね、ちょっとトイレ1個だけでね、ちょっともったいないなと思ったんで、冷蔵庫もちょっとやってみようかなと思います。あ、じゃあ後で見よう。嘘じゃない、大丈夫大丈夫。え、え、咲かないよ。あ、あ、通信簿これ。あ、じゃあ後で見よう。あ、じゃあ後で見よう。あ、じゃあ後で見よう。嘘しない、大丈夫大丈夫。やんない、やんない。はい、ここにも GoPro あるし、ここにも GoPro あるし。ない、ない、ない、大丈夫。聞いてない、ごめん。パソコンで。コピーファミリーマートで。わざわざこのために。はい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 。こんな手軽にやったら怖い。ゴープロ置くけど。はい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 。あとほら、揚げ物食べないの？あ、食べるよ。え？そうかな。はい。ということで大成功。撮ってないよ、フェイスブック見てるだけだよ。撮ってないって、なんで撮ってないでば。撮ってないよね。撮ったらお前腹が出ましたよ。うるせえこの。